演武開演。どうも、本日はこちらミスタードーナツから復活したクロワッサンドーナツを買ってきました。いやー、見たくないなと思ったらやっぱり消えちゃってたんですね。ブームとは儚いものです。でも復活してくれて嬉しいです。まずはこちらのショコナッツドーナツだったかなを食べたいと思います。久しぶりのサクサク堪能したいです。いただきます。相変わらずのサクサク、それに絡まるビターが美味しい。以前と変わらないサクサク感に、上にかかっているチョコレートがかなり苦めで大人の味わいを出していて、とっても美味しかったです。甘いのが苦手な人にもおすすめできるクロワッサンドーナツですね。続いてはこちらのブルーベリーとチーズのクロワッサンドーナツをいただきたいと思います。もうブルーベリーの香りがしています。ではいただきます。あなたは中身で勝負していますね。甘酸っぱい中に入っているブルーベリージャムの酸味がかなり効いていて、先ほどのチョコレートとは対照的に中身で勝負している感じのドーナツですね。外はちょっと主張が弱かったかな。そして最後はこちらのクロワッサンドーナツブリュレを食べたいと思います。以前ブリュレドーナツと出ているようなのであってましたけど、それのクロワッサンドーナツ版かな。ではいただきます。これはカリカリ、今回は君が一番美味しい。上の方に乗っているカリカリとしたキャラメルがクロワッサン生地のサクサクとはまた違った食感を出していて、カリサクの二重層で美味しかったです。いや、40層か。他の2つとは違い、こちらは食感で勝負していますね。これが一番自分的には好きでした。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。復活万歳。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。